もうこんにちはなっちゃった。おはようございますの行なんだけど、まだこんにちは。今日のお休みかな、多分そうだと思う。あ、たくさん降ってる。 MJ さんありがとうございます。お昼ご飯食べちゃいました。いいじゃん。私は今日はプロテインバー食べた、1個だけとお茶めっちゃ飲んだ。宿題が散らないでやばいんです今私。カンさんありがとうございます。ワンタンメンさんありがとうございます。宿題を組み中とか言ったけど、ね、なんかしてないんだよね、そもそも宿題まだ全然。ちょっとさ、もうダメなことなんだけど、答え見ちゃダメかなとか分かって。ガン見してやっちゃダメかなと思って、何個が終わったって、めっちゃ残って、でもワークとワークがめっちゃあるんですね。ワークは全然終わってないから、ワークを頑張らないといけないです。昨日友達ん家でしたんですけど、それ以来何もしてない。今チャーハン作ってます、こんにちは。いいですね、チャーハン部ですか、もしかして。昨日あの投稿したらねねさんがいいねくださりました。あのもしかしたら間違えたのかもしれないけど、ねねさんがいいねくれて、ねねさんチャーハン投稿いいねしてくれたって思って、グッチにちょっと自慢しちゃった。ねねさんからいいね来た、うらやまって送った、うらやまはてなって言って送って、こんにちは。ちょっとね、宿題あの配信夜にするか迷うの、やっぱ夜の方がみんな見に来れるしって思って夜にするか迷ったけど、夜したらもうそっから宿題しない気がしちゃって、そう、そっからもう宿題やらずにもういっかいやってなっちゃいそうだったから、ちょっとね今やってちゃんと夜するようにします。でもなんか初回授業なんで、まだ土日あるんで余裕。なんかもうさ、1年生の頃とかなんかさ、もうさ自己紹介とかさしないよねって思って、あ、3年生だったらクラス忘れるか。でもなんかさ、長吉さん役目の前ありがとうございます。先生が新しい先生とかだったら、先生が生徒のこと知りたいからめっちゃ自己紹介するやらされるけど、多分さ大丈夫だから。そう、土日公演なんです私。だからまあ公演公演、 まずさ夜公演のメイクの時間は私にはいらないわけさ。だってもう直しぐらい、だって私 もうそもそもメイクしてるから、いちいち洗い落としてとかいらないから、まあ、それとしては前髪ぐらいとちょっと書き足すリップ塗り直しリーとかアイライン塗り直しリーとかだけだから全然大丈夫なの。まあいいよ、まあどうしようかな、宿題できるかな。
自己紹介の子がどうかって知らないって言って、まあ、クラスの人知ってるからな、あの自己紹介なんか謎にな、一番謎なの。パジャマです、これ GU のパジャマ。最近やっとね、私もふもふのパジャマだったんだけど、つい最近までけど、最近やっと春用のパジャマ出しました。なのでね、パジャマです。チャーハンパラパラ、私は全然パラパラじゃないから大丈夫だよ。昨日のチャーハン全然もうもちもちだった、あれめっちゃ。でも全然美味しかったから大丈夫だよ。でもべちょべちょは嫌かも。あ、あれ聞くの忘れた、あのチャーハン部の LINE で、あのチャーハン食べに来てくれる方いませんかって言うの忘れちゃった。うちで言っとこう。今から仕事行ってくる、頑張ってください。うん、葵ちゃんさん、ありがとうございます。ねえ、式替えじゃなくてクラス替えが楽しみ。え、オンライン今日までなんで。え、そうなの。ちょっと宣伝しておこうか、4月のさ、オンライン今日までなんだよね。ちょっと待って、ね、じゃあスマホ持ってくるわ、宣伝するために。おめでとう。ただいま。どこで。10時までらしいです。今日が最初、あの一番最後の受付なんだ。あおちゃんさん、ありがとうございます。うんうん。ちょっとやるね。で、4月って22、23ですよね。24ないですよね。ん？なんか、なんて言ったかっけ。ちょっと待ってて。この角度どこだ。本当だね、めっちゃ見える。穴っていうか破けた壁紙が。写真がない、どうしよう。これ、え、待って、写真がない。どれ使ったっけ。
どの写真使ったんだろう。今のパジャマやだな、多分使ってないであろうとか、多分使ってないであろうと願いながら、あのメールにも載せてないだろうっていう、これでいいや。てかもう14時までじゃん、時間なくないみんなごめんなさい、あと20分だよ。一応たく、一応ね、ちゃんと20分でも1人ぐらい来るかもしれない。ね、あともう20分だもっと早くやっとけばよかった。一応ね、一応もしかしたらのために。え、どの写真使おう、どれ使おう、目撃者のやつ使おう、これでいいや。え、多分使ってない写真、多分使ってないであろうという写真を神頼みして使います。はい、やりました。もう早い、いいね早い。なんかさ、いつもさ、いいね早いとか思うけど、何してるんだろうと思っちゃう、逆に怖い、早すぎて。なんか大体早い人って一緒じゃないですか。通知来る日か、まあ、そうだけど、そんなにだってさ、私が上げても0秒で通知さ見てもさ、いるんだもん、その人たち。びっくり。なんかもうちょっとこう斜めからしたいな。まあいいや、一緒に目指そう。私一応だけどさ、メモにあのあれしてますよ、名前を覚えるためにちゃんと来た人の名前メモってるんですよ、私。なんか問題句司会、一応実は今日初めてチャーハン作ったんだけど。自分で作ったの、あ、初めて作ったの、えらっ、いいね。なんかちょっと嬉しそう美味しいね、ハート、このハート、なんか嬉しそう。昨日の藤子ちゃんの配信作ってみて、配信見て、よかった、それはいいことだ。コーンビーフチャーハン作った、美味しそうね。あれあれみたい、ペッパーライスみたいな入りましたよね。それあ、236日目なんか上からしたい、もうちょっとこう小さいか、これさ角度が出つか、つけれた、つけれたけど、こんな私上からじゃなくて、まあいいや、上からでいいや。なんかこれ極端だな、まあいいや、もうこれでいいや。
これでやもん、なんかでもなんかこんなに私かっこよすぎなくていいんだけどな。だってこれかこれしかできないんだよ。あ、これでいいや、これでいい、これでいい。もつ煮定食食べてきました。美味しそう。急いで今追加しちゃった。あ、嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。皆さんもぜひよければ、あと15分だよ。15分、少しでも気になる人は来てみてください。メールが、何時に、私も10時になったらやめようかな、一旦。なんかさ、なんだっけ、なんかランドセル、1年生の娘が入学式でしたみたいな。あ、ツイッターフォロー今来たよ、通知、私にもちょうど。ありがとうございます。1人増えました。あ、でも学校ちょっと緊張する、学校ってあれが緊張する、なんかあの何だっけ、クラス替えがとても緊張。めっちゃめっちゃ緊張してます、クラス替えに。クラスがあるよ、1年ずつあります、私のところはちゃんと。ねえ、仲いい子と一緒になりたいよ。別に全員と全員別に仲いい子じゃなくてもいいから、1人くらいはマシなじゃない、ま、あの私に、私とおしゃべりしやすい人が欲しいです。新しい友達もできれば欲しいけど、なんかできない気がするから。でもなんか本当にどうやって友達作ってたっけなーと思って。でもなんかお母さんがさ、私がめっちゃ前に友達、マジで友達ができないみたいな配信したら、本当にあのここは友達いない人に見えるねみたいに言っちゃって、友達いない人みたいだねみたいな言えちゃって、まあ友達はいるんですけど、なんか気まずくなっちゃった友達とかも結構いるんですね。その時間帯に話せるか分かんない。え、うな行くしかいいですか、絶対来た方がいいと思いますよ。え、あと10分、後悔しちゃいますよ、来ないと。友達いるよ、いますよ全然。でもなんかちょっとお久しぶりの友達とかも
緊張しちゃって、あのなんか久しぶりに友達ちょっと緊張しちゃって、その打ち解けるまでにまだ時間がかかっちゃいそう。まあでも、あ、まだ、あ、7月の問題くしかもありますからね、その時でも大丈夫ですけど。チャーハン食べながら、え、でもチャーハン食べながらはないけど、前はあれでした、チャーハンが置いてました、そこにチャーハン置いてみたいな。7月絶対が、 ありがとうございます、追加買いました、ありがとうございます。うん、何枚申し込む、まあ何枚でも1枚だったら挨拶だけになっちゃうけど、3枚ぐらいあれば全然足りると思います。知らないけど、なんかさ、話し相手の話したい内容熱量みたいな、それによって変わりますよね。でこのパジャマ可愛くない、めっちゃ可愛い、クマで、これココッペも持ってた気がするんだ、同じの、これクマ。私なんか紫のイチゴのやつ持ってたんですね、なんかこの同じ長袖で、でもそれがもうめっちゃ前に買ってて、なんかもうゴムがゆるゆるなんで捨てちゃったんですね、もう下がるから。でももう一つサクランボ持ってたんですね、白とサクランボ、白とサクランボ持ってたけど、なんか下がなんかなくて飛ばされたのかなって、なんかなくなっちゃって、白の方はあの下が上しかなくて飛ばされちゃって、なんてこったですよね。生地はなんかサテン生地みたいな、まあ自由で安くていいです。健康診断長いけどめっちゃ引っかかった、それはダメだ、ダメです、それは。うん、だからこれ今は長袖のサテン生地はこれしかない。でもさ、半袖めっちゃある、3個ぐらい、3、4個ある。あ、とりあえず全然一度試しで2枚もありがとうございます。午後です。早起きしなくても大丈夫です、皆さん。一部の時は早起きさせてすみませんでした。3月か。5分って何時ぐらいだろう。壁に貼ったとか、これどういうことかっていうと、こういうことなんです。これ200日やった時に、200日の配信した時にあのつけたやつをまだ貼ってるだけ。でもさ、こことかさ、なんか後ろ可愛くした方が可愛いよね。なんかハート1個あるのとないと全然、これとこれとある方が絶対いいじゃん。で 今さ、毎日配信何日目？ 30 日とか？
236フォローしてるところの波動近いからいいね。あ、なるほどね。236か。なんかショールーム自分あやべえ、あなるほど。今ファイマニ焼きそば、え、それなんかめっちゃさコラボ系のあれ多いですよね。今グブは14から15。あ、なるほどね。たくさん話せるよ。あと5分だ。5分締め切りまで5分だって。今何も聞かなかったよって。あ、おかえりって。え、なんて聞こえた、なんて聞こえた、なんて聞こえました。ただいまだけ、ただいまだけか。なに、いや、ココちゃんただいまって言ってきた。こっちゃんなんて言ったっけ。ココちゃんただいまって言って、でも私がショールームしとるって言ったらごめんって来た。ここは大好きだよって。気持ち悪い。それはちょっとお兄ちゃんからは出るとただいまならよかった。ココハ、私はまだ14時から。え、なんで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 暴走しちゃうんですか。ココちゃんで、いや普段呼ばれてない全然。勝手なイメージ。フリコちゃん、ひとくん、え、バチバチの兄ちゃんいますよ。バッチバチに末っ子、末っ子。でもなんか前はもう本当に、今は小さい声だったらいいんですけど、私のね部屋って玄関から近くて、本当に玄関が扉開いてすぐ出たら文字玄関みたいな感じなんですね。もう超絶、しかも私が壁、このね壁があって、ここを開くと玄関行くよみたいな感じなんですね。だからさ、お兄ちゃんとかがさ前さ「ただいま」ってめっちゃ大きな声で言ってさ、そしたらさやっぱさこれ拾うからさ、近いから、なんか近いからその音をめっちゃ拾っちゃって、大きな声で言っちゃったから。でそしたらショールーム見てる全員ぐらいに「おかえり」ってコメントが流れて、恥ずかしい。それが一番。お、すげえ、なんか後ろの髪何もしてないのにめっちゃ綺麗じゃないですか。私ね、めっちゃ綺麗。え、めっちゃ綺麗だよ、まっすぐ。めっちゃめっちゃ、はい、うまくなった。めっちゃお腹鳴る。私だったら春雨食べようかな。昨日買った春雨のスープ、あと残り1分。これもうすぐ終わろうかな。私も宿題しないとやばいんですよね結構。じゃあランキングやりますね。おいちゃんさん、ありがとうございます。13位 MJ さん、ありがとうございます。12位アキピさん、ありがとうございます。11位ヒロタンさん、ありがとうございます。10位ツインギーザさん、ありがとうございます。9位ヒデさん、ありがとうございます。8位ユキヒラさん、ありがとうございます。
7位天神町さんありがとうございます。6位シャオタンさんありがとうございます。5位リカさんありがとうございます。4位トモちゃんさんありがとうございます。3位カイグリフォンさんありがとうございます。2位バイケンさんありがとうございます。1位アオイちゃんさんありがとうございます。申し込みかな、ありがとうございます。4月30日私の誕生日、まだじゃん誕生日、あとほぼ1ヶ月だよ、めっちゃあるから大丈夫だよ。あ、申し込んだよって、ありがとうございます。宿題頑張ってきます。もう全部言うから、あのメールで今これ終わったって全部言いまくって褒めてもらう、最終的にみんなに。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。